まずは第1ラウンド、この対戦ですけども、石井さん、はい、どうしても対決の図式としてはピーターズの強烈なローキック、それにベルナルドのパンチということになりますかね。あ、いきなりいった。まずはローキックをかわしておいて、マイク・ベルナルドがニュートラルコーナーを詰めている。もうローキック対ベルナルドのパンチです、ね、ローキック、もう単純ですね、はい、明快です、単純明快。どちらのキックが、どちらのパンチが先に相手を捉えるか。そうですね、蹴りが強いかパンチが強いかという、はい、なんかこのベルナルドの自信というか気になりますね。左を今早い左を伸ばしていきます、ますね、体を思わず寄せて、さあ自分の距離、この膝からチャンスをつかみたいところ、ピーターズ、まあ、本当に、ね、今年の K1 始まる前は右ストレート、ピーターズにですね、はい、もう相手がいなくなるぐらいの勢いでですね、そうでしたね、僕なんか石川ちょっと心配してたんですけども、このベルナルドが出たことによって、まあ、さっきのバンナーもそうですけどね、本当に K1 になると面白くなりますよね。まさかまさかこのピーターズが倒れるシーンが見られるとは思わなかったんですが、そうなんですよね、もう本当想像してなかったですよね。左のジャブが今日伸びます、マイク・ベルナルド、右のローキック、これは前に取って下げていく、ボディから、マイク・ベルナルド、ボディから今アッパーカットを見せていきます。何やらちょっとあいつに元気がないような感じがしますけどね、はい、それと石井館長、うん、非常にマイク・ベルナルド落ち着いてるように見えるんですが、ね、どっちにパンチ当たっても倒れますよこれ、そうです、マイク・ベルナルドのパンチ一発当てたら倒れますね、すんごいヘビー級です、スーパーヘビー級同士の対戦、いいですね、画面向こうが黒いトランクスがマイク・ベルナルド、そうです、トランクスがダウン、ダウン、ダウン、左ですね、今出会いがしカウンターです、カウンターです、カウンター気味に入りました、カウントが7から今ファイティングポーズ、いやこれだけは分かんないですね、第1ラウンド1分を切りましたが、さあピーターチャンス、ワンツーから左の返し、右の膝、首相撲から得意のパターンだ、ピーターチクス、マイク・ベルナルドのフックを返していく、左右のフック、完全にベルナルドペースかなと思ったのがピーターチがですね、これうまいですよね、自分の方に持ってきましたね、あーと思ったパンチ、右ですね、パンチとローキック、右のローキック、ベルナルドはね、左から出るじゃないの、右から出なくちゃいけないですね、と言いますと、というのは左から出ると、はい、ローキックはちょうど右のローキック蹴りやすいんですね、前足に体重が乗りますから、ベルナルドの左のパンチの時に、そうですね、右ですね、そうですね、ベルナルド、今度はチャンス、ナイス一体、場内が共鳴しております、何度見ても分かりませんよこの試合は、全くどちらに決着がつくのか分かりません、第1ラウンド、まずはダウンを奪ったピーターズ、しかし終盤にかけて反撃を見せているマイク・ベルナルド、ここで第1ラウンド終了です、ハローク・グローブを合わせました、両者第2ラウンドが始まります、第1ラウンド、まずダウンを奪ったピーターズですが、先ほどはスリップ、まあ、自分はベルナルドの攻めはこれ ダメージ残ってますかね、そうですね、アーツの動きがちょっと重くなっている、うん、ちょっと元気ないですよ、左のジャブが左のキュッ、今も左のジャブが完璧にアーツの顔面を捉え始めました、石井さん、ちょっとアーツのダメージがあるんですかね、いやもうね、パンチはね、はい、本当にベルナルドパスタだけで倒れますよ、このローキック、アーツはローキックでチャンスを掴みたい、左キュッ、ベルナルドの左、じっと相手を見つめて、もうね、どっちも一撃スタートですね、ピーターも、カウンターを狙っている、右ストレートを射た、左足、右足、右足、右足、効いている、効いている、効いてるから、効いてます、効いてます、思わずクリンチに逃れましたピーターズですが、さあ、マイク・ベルナルド、決着の時まで秒読み段階で入っているか、リング中央、右のアーツの右の背、しかしこれはガードの上、左のミドル落ち着いています、マイク・ベルナルド右の、この辺りは足技できます、ピーターズ94年95年と K1 グランプリ連覇しておりますが、今年の K1 グランプリでマイク・ベルナルドの前に敗れております、もう本当にピーターズにとっては宿敵でしょうね、聞いてますよ、カウント6、
力を感じられますよね。ローが効いてきてますよ。でもピーターズのローが右ストレート、ローが完全に鈍くなってまいりました。ピーターズまたしてもまたしてもマイクベルナルドが右の前からロック、ちょっとバランスを崩します。効いてますよ。ほら足が後ろに下がる、ピーターズが後ろに下がる。今日はピーターズ前へ前へ行きたいと話していたんですが、ダブルジャブ、ネルを返す、パーツも返していきますが、徐々に徐々にプレッシャーはマイク・ベルナルド。この辺りの蹴りも力がない。ほら効いてます、効いてます、効いてます、もう軸足がブレちゃってますね。左の力右、ピーターズも膝を返していきます。ニュートラルコーナー、第2ラウンドを残り時間が10秒となります。ピーターズの右の頬を血がにじむほど腫れています。この辺うまいですね。やっぱりバックハンドブロー、これも2人が遠かった。これで第2ラウンド終了です。ラウンド3、さて第3ラウンド、チャンピオン5ラウンドで行われております。 K-1 ワンマッチ、このラウンドアーツがいかに回復できるかですよね。もともとスロースターターではあるんですが、しかし序盤のダメージというのは痛いですね。そうですね、右のロー、ちょっと今もバランスを崩してしまいます。ピーターズ、右がピーターズ、ワンツースリーフォーときた。自分の得意なパターンに持っていきたい。バックスピン、後ろ回し蹴りもこの辺り前を読んでいます。マイク・ベルナルド、左のジャブから右のロー、このコンビネーション、ピーターズ左のフック、左の膝を見せます。右のアッパー突き上げた、右のアッパー突き上げた。マイク・ベルナルド、マイク・ベルナルドが主導権を握って進んでいきます。なんかピーターズがって感じですよね。本当に連覇していた頃のピーターズの何かこうオーラみたいなものを最近感じないんですけど、ベルナルドの一戦からですよね。そうですね。しかしこれはいいパンチだ。左のボディーブロー、ピーターズ強すぎて誰も勝てないって感じでしたからね。そこを一回このマイク・ベルナルドがその重い重い扉を開きました。そうですね、その開いた後はもうみんなが何かこのアーツを狙ってきているという形になってますね。戦国時代に突入しております。本当に K-1 の左の服、飛び込んで左の服、ベルナルド、またそうじゃない、来ましたよ。さあ9枚目、聞いてますよ、聞いてます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 、ベルナルド話した、話した、聞いてます、聞いてます、聞いてます、アーツが聞いてます、聞いてます、聞いてます、これはアンドラを突き放して右ラッパー、右ラッパーも今まで倒れない、まだ倒れない、まだ倒れない、アーツも倒れない。すごい試合意地があります。キングオブクロスの意地があります。だけどアーツの本当にキングオブクロス意地ですよね。キングオブクロスすごい、キングオブクロスあんなキャンチ食らって右ラッパー当てるという感じ。マイク・ベルナルド聞いてます、さまざまなパンチが埋められる。ピーターズすごい耐えてます。さあ残り30秒、第3ラウンド、ここまでピーターズ耐えています。右ストレートいただいて、右ストレート、これは立ち上がれません、これは立ち上がれません、完全決着、完全決着ですね。見事に完全決着をつけたのはマイク・ベルナルド。またしてもピーターズ史上すごいですね。本当にベルナルド本当にすごい、観客総立ちですね。今今は前回まるで立ち名乗り勝利の雄たけびマイク・ベルナルドです。はい、でローを受けてそれであの後左返しですね、この後の左、はい、そうですね、これがその思惑通りというところですか。そうですね、この後の右、これがまともに入ってます。ほら、うわ、見事に顔面顎のあたりをね打ち抜きました。頭から倒れていったピーターズ、こんな倒れ方したら本当にあれですね、危険なダウンですよね。これでどうでしょうね、今後の K-1 の舞台というのがどうなっていくんですか。だからね、やっぱし何と言いますか、今までオランダが引っ張ってきて、そうですね、今度ね体